メフメトトッパルはトルコマラティア出身のサッカー選手。ベシクタシ JK 所属。ポジションは MF、DF。TFF1、リグのダルダネルスポル AS レオンシーズンプレイした後、2006年7月1日に20歳でガラタサライ SK に移籍した。同じポジションで日本代表の稲本純一と同時に加入したため、 2006から07シーズンの出場は数えるほどしかなかったが、2007から08シーズンは、スウェーデン代表のトビアス・リンデロートが負傷したために、出場機会が増え、レギュラーポジションを獲得した。リンデロートには感謝しており、彼の負傷時には、彼は僕をいろいろな面で助けてくれた。どのようにすべきかを教えてくれたんだ。 悲しいことに彼の怪我が僕の出場機会を増やすことになってしまったが彼にはできる限り早く回復してほしいと語った。2008年2月6日スウェーデン戦でトルコ代表デビューした。4月にはガラタサライとの契約を2013年まで5年間延長した。2007から08シーズンにはスユーペルリグのタイトルを獲得し、シーズン終了後には UEFA ユーロ2008のトルコ代表メンバーに招集され、4試合に出場して、準決勝進出に貢献した。トルコ代表に負傷者が続出したため、準決勝のドイツ戦では、センターバックとしてプレーした。2008年夏の移籍期間には、デイビッド・モイーズ監督率いるプレミアリーグのエバートン FC への移籍が噂されたが、クラブが放出に抵抗したために実現しなかった。 2009から10シーズン序盤は怪我のため欠場した。2010年5月12日、400万ユーロでスペインのバレンシア CF へ移籍することが発表された。クラブの財政難のため、移籍金400万ユーロのうち150万ユーロを自腹で肩代わりした。バレンシアではセンターハーフを主戦場にしていたが、有事の際はセンターバックも務め万能性を披露した。 しかし、生え抜きで首相のダビド・アルベルだから完全にポジションをダッシュするには至らなかった。2012年7月1日、遺跡金450万ユーロの4年契約で、フェネルバフチェ SK への遺跡が決定。2年ぶりの母国復帰となった。2019年8月26日、イスタンブール・バシャクシェヒル FK に2年契約で遺跡した。ありがとうございます。